はい、どうもコマです。今日もシティーズスカイライン実況やっていきたいと思います。はい、前回ですね、小さな村、違うや、立派な村だっけに、なることができましたので、いろいろロック解除されて、前回は消防と警察を立てたんで、あとは、医療と教育だね。ちょっとこれも一緒に立てていきましょう。まあ、医療は、基本的にはやっぱり人がいっぱいいるところの近くに建てた方が、住宅街の近くの方がきっといいよね。だからこの辺りに建てましょうか。道をもう一個増やすか。一本道をちょっとまたここにこうずらーっと増やして、そこの道沿いに作ろう。ちょっと、ごめんだけど、ここの住んでる人たちごめんだけど。よく考えたらこれあまりきっちりさ、道を埋めちゃうと、後から道の幅を広くしたいときに多分困っちゃうから、少し余裕を持って、1マス ?2 マスぐらい開けた方がいいのかな。うん。こんぐらいちょっと開けて、5000も使うか。ちょっと待って。こんぐらい。こんぐらい?うん。これで作ってみましょう。ドン。で、ここに、診療所かなんかかな?はい。市民の健康を維持するため、医療施設の数と道路の接続状況をご確認ください。公害犯罪水質汚濁は健康度を低下させます。お、救急車。はいはい。救急車は病院人を搬送しますが、自家用車を作ることも、使うこともできます。年月が経過すると市民は健康であっても最終的には死にます。死者を墓地に埋葬します。墓地もあるんだ。墓地や火葬場は死者を搬送するために霊柩車を派遣します。すごいね。施設を建てる際には道路から効率的な運営が行き届く範囲を確認できます。なるほど。墓地も作んなきゃいけないのか。まずじゃあ診療所って金がなーい金がなーい金がないので、とりあえずじゃあ、一旦ちょっと住宅地をこう作って。マジか。うん。これでちょっと、金貯めよう。あ、そうか。電力がない。失礼しました。ここまで届いてるから、この辺りに、いいんじゃないの?よしよしよし。水道もない?もしかして。あ、水道は大丈夫だね。取ってるね。オッケーオッケーオッケー。さあ、6600。とりあえず1万まで貯めたいなぁ。ほう、新たに購入できる土地があります。あ、やった!ちっぽけな街になった。ちっぽけってなんか嫌だけど。いいじゃん。まあ、もう街になったよ。あ、景観、やった!景観作れるじゃん!公園とかでしょ?特殊施設レベル2!条例、ペット禁止、禁煙。すごい、いろいろあるね。高校も作れる。まだ小学校すら建ててないのに、高校も作れちゃうのも。ちょっと待って、追いつかないから。ね、お、一気に金増えた。やっぱりあれだね、街のレベルが上がっていくことに、ボーナス、いくらかお金もらえてる気がする。よし。じゃあ、早速、まず小学校、じゃねえや、診療所を建てましょう。道路が緑になるんだけど、これは?その範囲まで、なんだろうこれは、届きます?あ、なんだこれ。あ、騒音郊外か!マジか!あー、そういう意味で言うと、住宅街ど真ん中の方がいいかもな。ちょっと申し訳ないけど、この人たち立ち退いてもらって。この辺りに作ろうか。ドーン!あ!みんなニッコニコ。はいはい、作った。で、あとはやっぱ教育だよね。うん。子供は小学校、高校、大学で教育受けられます。うんうん。
で、教育を受けた大人は様々な産業をオフィスにおいてより高いレベルの仕事をすることができ、都市のテクノロジーレベルを向上させます。なるほどね、将来への投資って感じだね。はい、じゃあ小学校作ろう。小学校も多分同じだよね。行き届く範囲が広い方がいいから、この辺り建てるか。ドーン。はい、ニコニコ。高校はまだ早いかな。ちょっと様子見。てか金が足りない。あと気になるのはやっぱり景観だよ、景観。はい。公園や広場、歩道を設置したり、歩道なんてあるんだ。空き地に木を植えるなどして魅力的で快適な都市を目指しましょう。装飾は市民の幸福度を高め、建物レベルの向上につながります。いいじゃないの。木々が溢れる公園5000。あ、結構高っ。シムシティだともっと安かった気がするけどね。大型遊園。これはピクニックパーク、高っ。小さい公園。ああ、そうそう、こういうの、こういうの。小さい遊び場。木がある広場。テニスコート。いっぱいあるね。日本庭園なんてあるよ。マジカテーマパーク。小さい公園ぐらいからだよね、まずな。小さい公園もでっかいぞ。小さい遊び場の方がさらに小さいな。これならいけるんじゃない？おー、お、すごい。いいね。これなんだっけ？木がある広場。あー、これもそこそこ小さいよ。もうちょっと一個作りたいな。このあたりかな。ちょっとこの新しい街、道路沿いに作ろうか。はい。おー。いいね。充実してきたんじゃないの？いいんじゃないの？で、あとは、これか。特殊施設。特殊施設は、ポジティブ、ネガティブに関わらず、ゲームプレイにおいて様々な条件を満たすとアンロックされます。特殊施設は、観光客を引きつけます。へぇ。都市に一つしか設置することはできません。特殊施設はゲームセッションをまたいで使用可能となっており、一度アンロックすれば新しくゲームを始めた場合でも、あ、なるほどね。マイルストーンクリアすれば設置することができます。今は、ランドマーク。いきなり、自由の女神21番高っ！ショッピングの像とかも、何もないじゃん。自由の女神一択かよ。これで、一旦、進めようか、時間。お、やった！すべての人に医療を、治療を求めて市民で溢れています。インフルエンザ予防接種。診療所大繁盛だな。お、教育に注力。市民はこれに賛成。いいじゃん。いいね、街っぽくなってきたね。ケーキマスシティ Z。お、新しい公園すごく気に入った。ありがとう。家族とピクニックができてほんと幸せ。いいじゃん、いいじゃん。すごい、世紀末だけど幸せが溢れてる。新しいプラザは本当にソフィスティケイトって感じ。意識高いプラザ。すごい、ツイートしまくりだね。財布をなくした人いませんか？ほう。俺です。あ、なに？カシス、カシス、カシス、カシス。ちょ、待って。カシスってなんかできないの？燃えてる、燃えてる。火災発生。消防車。あ、これか？来た、消防車。消防車を。消防車追跡。よし。間違った。追跡。行けー！火事でーす！燃え尽きる前に、やってくれ！消してる？消してる、消してる、消してる。一人か。そして後ろくんは律儀に待ってんのか。追い抜いてきなさいよ。お、消えた。あとちょっと屋根とか汚れちゃったね。これちゃんと消防署に帰るのかね、やっぱり。今道繋がってなかったから。そうか、道繋いであげないと。おー、この2車線道路だったら信号ってないのか。おー、すごい美しい。おー、これ事故るぞ、これ。おい、もう帰ってきた。おー、あ、今度はパトカー、パトカー。
パトカーパトカーは何をこれ探してるの。現場に向かってます。だってえ、どこ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 。あ、すごい、このパトランプの反射がちゃんと家の壁に。あ、ここだ。どうした、大丈夫、終わった何が起きてたの。すごいね。あ、こっちも忙しいね。何が起きてるの。なんだろうね、どういう犯罪が家庭内暴力。あ、住宅供給が追いついてない。もっと家欲しいってか。分かった分かった、作ろう作ろう。じゃあやっぱここの道をちょっと拡張して、うん、ここをちょっと拡張しようか。この幅でいいんだっけ。で、こうでしょ。あとは、家を、ペタコン、ペタコン。さあ、うん、なんか種をまいてる気分。みんな住んでくれ。電気とか大丈夫かな。まあ、家が繋がればね、大丈夫だと思うんだけど。おー、できるできるできる。施設がレベルアップ。お、待って待って。十分な公共サービスや教育を提供することで地価が高くなれば、あ、地価が多分今じゃあ上がってるんだね。小学校も医療サービス、あの、診療所も作ったから。都市の施設はより高レベルの施設に発展します。施設が高レベルになると、より多くの税収が得られ、へぇ、さらに多くの人が居住し仕事に就きます。また、高レベルの産業ほど汚染が軽減されます。いいことずくめじゃないですか。あ、もうすぐ2000人来そう。診療所は1個で足りてんのかな？どう作ったっけ？診療所。この辺りか。これだっけ。ああ、そうだね。令状稼働中です。あ、患者数100分の19だから全然大丈夫だね。オッケーオッケー。おー、すごいなー。あと、区画もさ、なんかその特殊、ん？なんだっけ。なんて素敵な街なんだ。夢なら覚めないで。マジで。トックってどう作るのかは全然分かってないんだけど。トックって何？そう、トックの作り方がよく分からない。まだ作れないのかな？チック？おお、なんだこれ？おお使ったことなかった。これか。産業区画や商業区画は特定の産業に特化したトックとして指定することができます。トックには都市全体のものとは異なる独自の条例を制定できます。ほう。地区ペイントツール。なんだ、産業特区。農業特区。一般産業区。なんか音がした。何の音？何の音？あ、2000人突破した！やった！ちょっと一回、スローにしよう。スローにして、特区の指定やってみる？林業、農業、一般。あ、まず地区を作成するんだね、こうやって。一般ってなんだ一般って言われても困るけど。一般産業区ってなんだよ。あ、一般産業に戻す。ああ、じゃあ今、指定できるのは実質林業特区と農業特区なんだ。林業農業って、林業農業って、農業特区とか作ってみる？農業？農業も公害がありそうだけど、こっからちょっと引っ張ってみるか、じゃあ。こんな感じ？そう、あ、そう、あれだよね。この点線の枠を、さらに拡張できるみたいなことも言われたな。これ農業一回作ってみる？試しに。
どうすればいいのこれ。え、おーすげえ。え、待って、わかんねえ。ちょっと、とりあえず。こんなアバウトでいいの？メイプルパーク。いいじゃん、メイプルパークで。農業にしよう。農業特区。ここは農業特区です。はい。やっぱり、区画は必要なのかな？水。電気、水、やっぱり必要？どうすか？なんかできない？あ、なんか、ポコってなんかできた。農業特区、だから農業っぽいのが、なにこれできた？ブレッド&ビヨンド。あ、やっぱり電力必要。そうだよね。そりゃそうっすよね。あれ、何？どうした？一気に電力ない、水がないっつってる。あ、足りない？やべえ。足りなくなっちゃった。マジっすか。一旦ちょっと伸ばそう。一旦ここまで伸ばして。やばい、電力足りない。忙しいな。おっさん、え、どうだろう。120とかにすると、いやー、でもこんな小賢しいのじゃダメかな。これでどうですか。これで情報ビューで、あ、ギリギリだね。ギリギリだ。下水が追いついてない。下水って少ないんだ。じゃあ下水処理場をもう一個作ろう。どうせ汚れるんだったら固めた方がいいよね、きっとね。うん、ドーンって作って、ここもつなげよう。これでいいんじゃないの。で、あとは電気がやっぱり足りないから、発電所作るか。ちょっとここ丘の上だから、確かここ風強いよね。ここね、風が強いはずなんですよ。そうそうそう。風が強いから、ここに作ろうか。あ、なに、ゴミマークだ。なにこれ。やばい、人口増えたらいろいろ問題出てきた。ゴミが溜まってます、だって。あれ、こっちどうなってる？ゴミ。まだ 10% しか使ってない。ゴミ処理が追いついてない。か、道路があぜ道だからかな。ちょ待って待って、順番にやっていこう。まず電力、風力タービン、これ騒音だっけ、騒音がすごいんだっけ。この辺りに作るか。うん、2個ぐらい作った方がいいかな。並べて作って、ここ。こんな感じ？これでどうだい？発電能力がどれぐらいあるのかよくわかんないんだけど。稼働停止中。さあどうでしょう？ああ、いいんじゃない？なんとか回復した。こうして、あとゴミ？あ、ゴミも大丈夫。一応解消したね。ただちょっと道路はランクアップした方がいい気がするな。何、農業なんかよりもっと現代的なことを思いつかないのか。こと言われてもさ、農業大事だよ。使用中ですなっちゃうんだけど。アップグレード、これかな。おお、なるほど。あ、こういう風にするんだ。え、じゃあ、こっから？おお、ああ、こうやって一個ずつやっていかなきゃいけないんだ。
な、何？傾斜が急すぎます。そう、はいはい、もう砂利道を全部なくしたいんだけど、ここだけは、これどうしよう、これなんかできるの、これ傾斜が急すぎますって。まあいっかとりあえずとりあえずこれでいいや。お、いいじゃない。あ、住宅もっと欲しいですって言われてます。みんな欲しがり屋さんだな、しょうがないな。おーし、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 商業も欲しいって言われてるんだよね。商業地区もちょっと作るか、調子乗って。この辺りかな。うん、いいんじゃない。あ、一軒壊しちゃった、ごめんねうん、いいんじゃないですか、いい感じじゃないですか。この辺りもちょっと作るか。お、やった、急成長中の町だって。2400人、エリアまた拡張できるけど、まだ今ね、とりあえず初期エリアだけでもうまだまだ開発できるから。新しいサービス、あと交通だって、バス、タクシー、すげえ。道路、立体交差点、三叉交差点、めちゃ、あ、高速道路だ。あー、すげえ。接続道路って何？お、改良型風力タービン。もっと早く欲しかった。あ、墓地だ。バス車庫、タクシー車庫。やべえ。すげえ、拡張されていく、どんどん。ちょっと時間止める。おっとー。え。すげえ嬉しいんだけど、なんか。はい。じゃあちょっと今日はこの辺りで一区切りして、次からさらに、世紀末シティ Z。全然世紀末感がないですけども。どんどんこう幸せに皆さんなっていってますけども。ね。やっていきたいと思います。というところで、よければチャンネル登録、また動画の高評価面白かったらお願いします。ではまた次回動画でお会いしましょう。バイバイ。